たくさんのお運びでありがたく御礼を申し上げます。しんがりでございます。どうぞもう一席だけお付き合いいただきたいと思いますが、私の方はと申しますと柳家京太郎と申しまして、芸人は何と言いましても名前と顔を覚えていただく、これが一番ありがたいことでございますから、今日はこの京太郎という名前と顔だけでも覚えていただいて、今までの芸人は忘れていただいて、こういう顔でございます。あれが名前でございます。これからどこかでもっと私のことをご覧になりましたら、その時はもう本当にお気軽にキョンキョンとお呼びいただけるとありがたいかなと思いますが、お客様方とねお話をさせていただく機会も結構あるんでございますが、よく言われますのがね、いいね芸人さんっていうのは、それこそもう仕事でもっていろんなところに行けて土地土地のおいしいもの食べたり観光したりできるんでしょ、羨ましいななんてなことをね、おっしゃる方いらっしゃいますが、まあ、実際はそうでもないんでございますね。と申しますのが、今はもう交通の便がやたらとよろしゅうございますから、行ってやってすぐに帰ってくるなんてのがこれ当たり前でございます。仙台名古屋あたりは夜の仕事でも日帰りができるね。まあ仕事があればの話でございます。なければ毎日うちでもってゴロゴロしてる、まあ早い話がね、まあ本来、本興行は林家太平師匠の鳥でございまして、今日太平師匠お休みで私がこうしてピンチヒッターで伺ったわけでございますが、今日ポツンとここに出番があったからよろしいようなもんでございます。私ね明日からね27連休ですかね。そんなに休むこともないんでございますが、本当にでもね、もう行ってやってすぐに帰ってくるのは当たり前でございますよ。ねえ、まあ本当にでもまあお話していただければ方々に伺う。というところに行きますとね、そんなことはこっちではあるんですか、東京じゃ分かりませんねなんてなことをね伺ったりなんかする。それが結構楽しいですね。ことに南の方、沖縄とか奄美とかあんな方に行きますとね、住宅街の裏当たり前のようにハブなんて蛇が張ったりなんかして、それハブ同士が道でもって出会って会話したりなんかして、慣れてる人はねハブが何を喋ってるんだかなんとなく分かるもんだそうだ。いや面白いもんだからね。おはよう、おはよう、つかぬことを伺いますけど、俺たちって毒蛇だよね。そうだよ、俺たちは毒蛇だよ。それがどうかした？やべえ、実は俺さっきさ舌噛んじゃったんだよ。まあこういうのが好きな人だけ喜んでいただければ私は。遠いところに行かなくても変わった経験ってのはするもんだから、先日横須賀の方に仕事に行かせていただいてね、帰ろうと思って駅のホームでもって電車待っておりまして、ただ三崎って言うんですか、海の方から品川に向かう電車、目の前通過していく通過電車通りましたが、これ見て驚きましたね。いや全車両が真っ黒なんだから、かといってこれ別に車両が黒く塗ってあるわけじゃないんですね。よく見ますとね、全車両に隙間なくわかめとか昆布とかもずくなんてものがねびっしりまとわりついてるんですね。いやこれ異様な光景ですから思わず駅員さんに聞きました。駅員さん、何ですかあれは。はい、回送電車って言ってましたけど。こういう小話で拍手をもらうと非常に恥ずかしいものがあるんでございますがね、何にいたしましても旅ってのはいいもんで面白いもんでございますね。それこそもうできれば仕事を忘れて一人でもってのんびりと五六日旅に行くなんて、贅沢なことができればいいなと思うんですが、なかなかそういうこともできないご時世で、しかしまあできれば嬉しい憧れるところはございますがね。どうするんだよお前さん、2階のお客どうするつもりだ一体。何が。何がじゃないよ、もうどのぐらいうちに泊まってると思ってるんだよ。半月ばかりいるんだよ、毎日毎日何するでもなくゴロ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 してるさ。大丈夫かいあれ。だからさ、なんだよ大丈夫かいってやな。わからないのかね。チャラいちょっと置くわけじゃないんだろ、踏み倒されやしないかと思ってさ、もんなしじゃないのかい。そんなことないよ、心配することはないよ。
私は心配なんだよ。毎日毎日さ、何にもしないで三度三度飯を食って、またお酒も随分飲んでるよ。朝に一升飲むだろ、昼に一升飲んで、で晩に一升飲みやがって、おやつに五合飲むんだよ。日に35合って酒を飲んでね、酒屋の方だってもう金払ってないんだから借金まみれなんだよ。うちはいい顔しないじゃないか。お前さんさね、今日だけの分でもいいからとりあえずもらっておいでよ。え、今日だけの分、今日までだけの分でもいいからね、今までの分もらっておいで。いや、そんなことできやしないよ。お前はね、疑り深すぎるってんだよね。あの方はね、長刀流ありがてえじゃねえか、こっちはやや商売なんだからさね。いやいや、お金はあるよ、心配しなくたっていいよな。あのね、金がない人ってのはね、どんなにいい身なりをしていてもおどおどしてるもんだぜ。あの方身なりが汚いよ、だけどどっしり構えてらっしゃるね。お立ちになる時にまとめて払おうってんだよね。心配することはないよ。だけどさ、酒屋の方から言われてるんだよ、言っといてよ。勘定くれって今やるの分それ誰が言うの？お前さんが言うんだよ。なんで？決まってるじゃねえか、主なんだから。いや、主じゃなくてもいいんだよ、俺別にわらじだっていいぐらいなもん。言っといて、言えないんだよ俺。そういう自分の思ったことをね、ズバッと真っ正面から言える、そういう性分じゃないんだから。そんな性分だったら俺お前と一緒にいないし私が行けって言ってるの。行かないのかい？ちょいとお前さおい。はい、わかりました、行ってきます。直してな、この性分どうでもいいけれども、なかなか俺そういうことは言えないんだよ、まったくね。お客様、おくつろぎのところはいじめません。よろしゅうございますか。おお、声のようではこの家の主だな。おお、かまわんぞ、当ててお入り。ごめんくださいまし。どうも、おくつろぎのところはいじめませんでございます。実はちょっとお話があって伺ったんだございますがな。なんだな、もう長刀流で半月ばかり行っていただいて、こっちは誠にありがたいんでございますが、なんでございます、毎日毎日お酒をちゃんと召し上がっていただいて、こっちはもう大助かりではございますがね、酒屋の方がやいのやいのと申しておりまして、もう金の顔を見ないと酒はおろさないとこうでございます。誠に愛しませんが、今までの分をちょっとなんとかしてあげればと思うんだがな。おお、はいはい、勘定か、分かった分かった、いくらになる。どうも愛しませんでございます。これだけになるんでございますが、三両三分二朱。あるじ、これ間違いじゃない。間違いじゃないんでございます。確かにそんだけのお高になるんでございますが、三両三分二朱、半月いさしてもらって、日に三升五合つ酒を飲ましてもらって、三度三度わけのわからんもの食わしてもらって、三両三分二朱、この上に十とか百とかつかない、ただ三両三分二朱。はあ、安いな。確かに決してお高いお高ではないんでございますが。そうか、わかったわかった分かった分かっただけでは困るんでございます。どうかそれを一つきれいにしていただきたいんでございますがな。きれいにする、これを、きれいにするということはつまり、はいはい、なかったこと、いや、そういうきれいではございません。あの、お支払い願いたいんでございますが。払いたいな、私もいただきたい。わしの払いたいという気持ちと、お前のもらいたいという気持ちがここでピタリとあった。それでいい。よくはございません。その気持ちをあの形にしていただきたいんでございますが。払いたいがな、ない、ない、今お手持ちがない。ああ、さようでございますか。長刀流のわけが分かりました。確かあの京都の方からお越しでございますね。じゃあお手紙か何かお出しになってらっしゃって、京の方から今お金を持った方はこちらに向かっていらっしゃる。いや、京には手紙は出しておらん、使いのものなどは来ん。
江戸に向かわれるとおっしゃってましたですな。じゃあ江戸表の方にお手紙出してらっしゃって、江戸の方からお使いの方が江戸には生まれて初めて行くで、知り合いは誰もおらん、どこからも誰も来ん。来んって言っちゃった。それじゃあこれどうするんです？主、人間というものはな、生涯に三度大きな運というものが向いてくるんだそうだ。その運が向いてくれば払えるな。その運ってのはいつ向いてくるんです？運だからわからん。今宵かもしれんし明日かもしれん、1年先か3年のちか10年後かその運が向いてくるまで毎日三升分ごっつ酒を飲もう。冗談じゃありませんよ。あなたもんなしかい？かかあの言う通りだ菊師匠。だったらあなたもんなしらしくねえ、もっとおどおどしてらっしゃいよ。どっしり構えてからこっち安心するんだい。冗談じゃねえあったく。うちはそんな客ばっかりだね。もんなしのあなたにね、こっちは別に愚痴をこぼしたかねえけれど、この鳴海の宿地はね、昔は宿屋はうち一軒だけだったんだい。その自分には奉公人も大層使って客は随分来て繁盛したもんだい。ところがあなた見て知ってんだろ、両隣大きな宿屋が出しまってからさ、客はすっかりそっちに取られちまう、奉公人も山ちまってみんなそっちに行っちまう。今は香川と二人きりだい、借金ばかりかさんじまってね、なんとか返そうと思うけど増えていく一方だよ借金は。うちの中だってあれ放題、直してると思ったって金がねえからうちの中直す、そんなこともできやしね。そうだな主、わしも今までいろんな旅籠に泊まったが、お前のうちほど汚いって宿はないな。いや、いながらにして月見ができるなどは風流だな。畳がまたおつだ。うん、畳というんじゃないな、これ畳が破けて身ばかりというやつだな。また障子が何とも風流だな。うん、国破れて三がありというが、紙破れて三ばかりというやつだな。おつだな、よくそういうことが言えるね。あなたもんなしのくせに、もうニッチもサッチもいかなくなっちまってさ、正直言うとね、かかあと二人でもってもう首でもくくろうか、もうどうしようもねって話してたんで、そこへあんたは来たんだよ。神様ってのはまだいらっしゃる、まだこっちも捨てたもんじゃねえ、これきっかけにどんどん運が上向くんじゃねえかと思って関わって喜んでたんだよ。それが何かい、もんなしかい。だったら花っころそいつくれりゃいいんだい。こっちは生地ぬか喜びで、いいかい、わっしょいわっしょい胴上げされてその気にさしといてよ、後から胴上げの手離されたら落ちた時の傷は前よりも深くていてえじゃねえか。なんでそれまでするんだよ。そうか、お前たち夫婦がそこで死なねばなら、そういう星のもとに生まれたんだ、死になさい。普通慰めねえか、こういう時。まあ商売で返してもらってはあるんだがね。商売か、わしの商売は盤上だ。え、盤上だ。それは万丈だ。今日は古典落語だ、我慢をしろ。髪型の大工だ。デイクさん、あ、デイクさんね、直してもらえりゃありがてえようなもんだが、木口を買う金がねえからね。そういう大工ではない、わしは彫り物をする。彫り物師、こらまた役に立たねえ人が来ちゃったね。いやいや、わかったね、好きにしね、もう天井から梁から壁から床からね、もう柱から好きなもの思いっきりのもの掘ってくれね、にぎやかなうちの中にしてそこで死のう。やけを起こすな主、裏に確か竹やぶがあったな。ありますよ。あそこに行ってな、そう、竹を念のため2本あるがいいかな、良いところを見計らって下から2尺切り出して2本ここに持ってこい。いるのかい？いるから言っとるんだ。自分で行けばいいじゃねえ。わしが行けと言っとるんだ。わしは客だ。行きなさい。客だ？もんなしのくせしやがって。いるんなら自分で行きなよ。
わしが行けと言っとるんだ主。いかんのか。おい、はい、行ってきます。直してるな、この性分。本当にもうな、ほら切ってきたい。刃物はこちらにある。砥石、切石、水、支度をして持ってこい。そんなものは自分で支度を。わしがやる。わかりました。ほらこれですよ。今からここで仕事をするがな、わしは仕事をしておるところを女人に見られることを大変に嫌う。良いというまで決して覗いてはならん。わかったな。わかりましたよ。勝手にしろ。師匠、おかん行ってきたい。どうしたんだよお前さん、行ったり来たりなんかしてさ、何があったんだい。うんうん、ほらやっぱりそうだ、言わんこっちゃないじゃないか。え、だから私が言ったらもんなしだったじゃないかさ。大丈夫かいお前さん、一人にしといて。大丈夫だよ、仕事をするってんだから。うん、心配だよ私は。屋根から逃げやしないだろうね。逃げやしないよ。ほら聞いてごらんよ、コツ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 、うん、音は聞こえるよ。だけどさ、生意気じゃないか、もんなしのくせに。え、良いというまで決して覗いてはならんぞ、だなんてさ。ちょいとお前さ、あれ人間じゃないんじゃないのかい。覗いてごらんよ、鶴が旗折ってるかもしれない。そんなことがあるわけない。大丈夫だよ。2階のお客はしばらくの間コツ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 仕事をいたしておりましたが、やがてのことに、お礼よ主、大松屋佐兵。あの野郎呼び捨てな、畜生め。呼んだかい。呼んだから聞こえたんだろう。中に入りなさい。できたぞ。できた？仕事かい。何がどこに。わからんのか。お前の目の前にあるそれだ。なんだよおい、あれだけコツ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 時かけてできたのはこの多分竹っぺらかい。なんなんだこれ一体。何に見える。竹。バカ。そうではない。竹で何を作ったように見える。何を作ったよ、言って、ただの竹ペロじゃねえかよ。こんだけのもの俺だってでき、あ、先の方が丸くなってんだね、これ。はっはっは、竹団子。初めて聞いた言葉だな。竹団子というやつがあるか。つぼみだ。え？何でもいい。お前のうちに一輪挿しはあるか？それぐらいありますよ。じゃあその一輪挿しにな。八分目ほど水を張り、そのお前の言う竹の団子が上に来るように生けておけ。それをな、表を通る者の目につくところ、軒先でも門のところでもどこでもよい、目立つように飾っておきなさい。いつになるかは分からんが、キンキン必ず求めに来る者があるはずだ。売るのは構わん、構わんがな、値を聞かれたら。そうやの。相手が町人なら50両、武家侍なら100両と値をつけろ。一文たりとも負けてはいかん。よいな。これが50両、100両。3両3分2種が払えなかったやつが、それ、あ、この野郎行っちゃってんだ、こっち畜生。気が狂ってんだ。 いけねえ、刃物持ってる。これ逆らえねえや、これ。はいはい、わかりました。じゃあおっしゃる通りにいたします。うん、わかればよい。酒を持ってこい。師匠、こっちもやめたい、飲みやがれ、なんてんで客人がまた一生代かっこらって酔っ払ってグロリ大の字になる。高いびき矢部屋夫婦も諦めて言われた通りにいたします。夜中になります。主人が裸に起きる。気になったもんですからひょいっと見ると、確かに寝る前八分目ほど水を張っておいた一輪挿し、一滴たりとも水が残ってございませんから。なんだよこれは。またなんか文句言われてもしょうがねえ。水入れ直しておこう。また水を入れて床につく。明くる朝になります。大大名毛利大善の神様の、お国入りでございます。これはもう大変なお供揃いでもって、よれい
言われたというこの大松屋の前も通りましたが、その時におかごの中のお殿様が、これ止めい、ほほ、かごを止めさして、タレをあげてひょいっと見、何やら良い香りがすると思うたが、今日の御所で拝見をした竹の水仙がなぜあれにある。参るぞ、はは、またよれいよれいてんでお屋敷に。しばらくいたしますと、この毛利のお屋敷から一人の侍が、鳴海の宿の宿役人のところに使いにやってまいります。昔のことでございます。主の豪商、もうお侍の中でもお侍がこのお殿様から直々にお使いを頼まれるってのはこれは名誉でございますからね。やっこさんも大層もお張り切っておりまして、今の言葉で言うテンパっておりましてね。でもって役人のところに来る。役人の方とは言いますと、これは町人ですから、市の交渉、侍が来たってところでもってまだテンパってね。テンパってると同士が話をしてるわけでございます。おい殿が、おっしゃった、お前出てあかんだろ、あそこにあったあの由来だ、殿が行ってくな、持ってこい、あった、なんだかわけがわかりません。大松屋さん、おお、役人さん、宿役人さん、どうしましたねえ、何かやった、あた、何かやった、何もやってませんよ、やったやった、絶対やった、何やったの、何もやってしませんよ、やったやったね、絶対やったやったやったね、やった何やった、ね、何やった何やった、何もやってませんよ、いうか何もできない人生なんだよ、だから今こんななんじゃねえか。何です、一体。実はね、あの毛利のお殿様が、おお、さっきお供どろいがね、分かりました、それで、うん、お使いのお武家様が、はい、え、うちの前、そう、なんかね、言ってたよ、お殿様がね、お気に触ったって、お気に触ったって言ってたかな、竹のスイカ、竹のスイカっていうのがなんかお宅にある、竹のスイカ、あれね、スイカじゃないの、団子、どうでもいいんだそんなことは、なんだか知んない、怒ったよ、持ってこいってんだよ、向こうはカンカンだぜ、なんだか知らないけれどもさ、久しぶりにお国元に帰ってらっしゃったお父様はね、久しぶりだ国元だと思ったらさ、なんだか変なもの目について、どういうものそれは一体、実はね、うちの、うんうん、なんでそんな気の触れたやつの言うことを聞くの、お気に触ったんだよ、向こうはカンカンだよ、持ってこいってんだから、行かないわけに行かないよ、行きなさい、行くんだよ、行くんだけれども大変だ、持ってくだろ、お屋敷に入るとね、お前がお持ちだか、ありがとうございます、こちらへ通れってんで庭に通せるんだ、庭にはむしろが引いてあるんだよ、お侍がね、黒紋付きを着て袴を履いてね、立ち上げてね、もう箸巻きして刀抜いてるんだよね、お供の方がね、脇でもって沖から下げでもって水を刀につーつーかけてるんだね、そこにお前が行くよ、お前がお持ちだか、はい、ございます、座れ、あ、座りました、行くぞ、何です、スポンポン、これだね、首は胴についてないよ、はあ、いや確かにかかと首くくろうと思ったことは確かだけど、お手打ちってのはシャレにならねえ、そりゃいけねえ、逃げちまおうかな、逃げてもダメだよ、向こうは大大名だぜ、隠密とか忍者なんてないくらもいるんだから、東海道を逃げようが中山道を逃げようが甲州街道を逃げようがね、お前さんが金隠してね、もう日暮れ時ね、次の子たちをね、こうああ、ね、どこまで逃げなきゃな、どこまで逃げなきゃな、大変だよ、子たちを忍者がね、ピュン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 来るんだよ、おっ、いたな、手裏剣が、お前がね、この形になってね、後ろの木に来ること、手裏剣だよ、ね、大間製か、そうです、ポンポン、同じだね、もう逃げられない、かかりだした、覚悟を決めていきますよ、いきますがね、せめて一言二階の客に最後に恨み事を言ってから言ってやりたい、言っといで、思う存分言っといで、はい、言ってきます、畜生の野郎、はじめは福の神だと思ったよ、福の神どころじゃねえ、薬病神だあの野郎、薬病神どころじゃねえ、死神だあの野郎、畜生、あんた、どうして主、血相を変えて何かあったのか、
行ってきました。早かったね、随分気が済んだのかい。分かった分かった、じゃあそれ物もっぱいで。分かりました、行ってきます。ある時間一輪挿しのところまで行く竹の団子ってやつを取ろうと思ってひょいと見ますと、ゆうべは確かに丸く掘ってあっただけだったのが一晩水を吸ったかいたしまして、水仙の花をそこに探して福いくたる香りが周りに漂っております。なんだこれ、いやこんなんじゃなかった。ゆうべは確かにただ丸くなっただけだ。それがなんで花が咲いて、つぼみ。はい大丈夫ですよ、行きますから。はい持ってきます、持ってきます。そっと福さに包んでお屋敷にやってまいります。宿役人と大松や奥の座敷に通される。ガタガタ震えておりますと、しばらくいたしますと お武家様がそこへ。おお宿役人ご苦労であったな、その方が大松やか。殿はお待ちかねである。話は聞いておろうな、持参をいたしたか。はい持参つかまつりましてございます。うん、では早速にこれに出しなさい。はい ただいま。ちょっと待って待って、すいません、お武家様すいません、この人いい人なんです、悪くないんです。悪いのはここに泊まった客で、すいません許してください、勘弁してください。どうした宿役に、何一人で盛り上がっておるんだ。ん、いやお前の役目はこれで済んだ、ついてくるのは構わんが、要はこの大松屋にある。お前は控えていなさい。大松屋では品をこちらへ。すいません出しちゃダメだよ、これだよこれだよ、すいません許してください、助けてください。何が言いたいのか。宿役にお前は黙っていなさい。大松屋ひな許してください、助けてください、助けてください。お前は柳家権太郎か、うるさいんだよお前よ、いいの余談でお前も帰れよ、もう本当によ、すっげえうさくてな、お前の、いいのお前はもう、俺こいつに用があんだから、バカだねお前、バカ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 って、なんだバカ本当に。すまん大松屋、わしまでテンパってしまった、良いからこちらに出しなさい。はい、ガタ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 震えながら差し出す福さ、侍はこの福さをそっとどけますと、お籠のうちにありながら、殿はお目が高い。大松屋、この品は売物か。この品は売物か。売物、作ったやつは怪物みたいなやつなの。そのぐらいじゃ笑わないぞ。そうではない、売り物かと聞いておる。はいはい、お売り申します。うん、値は、はい、値は、値は一人称ではない、値を聞いておるんだ。いくらだ。値でございますか。値は町人なら50両、侍なら100、どうせ死ぬんだ。その品100両にございます。一文たりともおまけ申すわけに参りません。何言ってんの、何、すいませんバカになっちゃったんです、許してください。もう帰るほんとにお前、おるだろお前、ほんとにな、俺お前みたいなタイプいっちゃいけないんだよお前さ、何言ってんだお前。すまん大松屋、また興奮してしまった。
百両か。相分かった、待てよ。この品を奥に持ってまいります。しばらくいたしますとお参謀の上に百両。殿からである、落とさぬように大事に持って帰れよ。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。なんで、なんで、わからない、意味がわからない、全然わからない。大松屋さん、間に入ったの誰だ。10両ぐらい、何言ってんだよ、ダメだよ、あの方にお渡ししなきゃ。ええ、ありがとう存じます。ええ、確かにこれ、はいはい、ありがとうございます。おい、俺夢でも見てるんじゃないかよ。ええ、確かに夢ではね、立てっぺらだったんで、それが花咲いて、それが百両で売れ、あの方本当に人間じゃねえのかもしれねえ、疫病神、死神どころじゃねえ、本当に福の神、神様だい、うちに神様がいらっしゃってるんだよ。おっか、今帰ったい。あら、生きてるこの人、まあ食い回るし足もついてるね、生きてるんだ、おめこぼしなかったのかい、よかったじゃないか、これから一生懸命生きていこうね。何てのこの野郎、野郎、お二階のお客様、どうなすってる。どうもこうもないよ、相変わらずだよ、二階でもってゴロゴロしてるような貧乏神さん。おい、あの方は大変な人だぞ、お前大変な人だよ、ねえ、金も払わないでさ、毎日ゴロゴロ、そういう大変じゃねえんだよ、おめえ、いや本当にあの人は神様だな、貧乏神、疫病神、死神だね、罰が当たるぞ、おめえのこと言ったら、あの方福の神だな、こんなこと言ったらおめえ口が曲がるぜ。ほら、どうしたんだよ、お前さん、ご主人がいいかい、なんで我がさ、大丈夫かい。当たり前だよ、あの方の悪いこと悪く言ったらな、お前本当に罰が当たるぜ。大丈夫かい、お前さん、洗脳された。もしもし、もしもし、最高ですかこの野郎。あの方の悪口言ったらな、俺が許さねえからな。ほら、大層なこと多いじゃないか、誰に向かって言ってんのちょいとお前さん、ねえ、今の言葉誰に向かって言ったんだよ。てめえに向かって言ってんだ、ガタガタ言うな。はい、生まれて初めて言えた、嬉しい、こっちの方が嬉しいかもしれないよ。お客様、よろしゅうございますか。おう、主か、かまわん、中にお入り。ごめんください、よし、おくそろぎんところ、愛しま、昨夜お作りいただいたあの竹の細工物でございます。早速のことに運が向いてまいりましたが、売れましてございます。おお、売れたか、思いのほか早かったな。相手は毛利か。毛利ならわかるであろう。して、いくらで売った。 いくらも何も、あとお武家だったら百両とおっしゃったから百両で。欲がないな。相手が毛利なら三百でもよ。言えませんよ、そんなこと言えやしませんよ。こちらに百両預かってまいりまして、これあなたのものでございます。お取り遊ばして。そうか、すまんな。うん、宿賃昨日聞いたのは三両三分にしそうか。それならあれからまた飯も食わしてもらおうと酒も飲んだ。余料ここに置きましょう。うん、これでよいかな。江戸へ行くに路銀がいるな。十両ばかり、これはこちらに取らしてもらおう。残りが八十と六両、これ世話になったでお前たちに茶代としてあげよう。取っておきなさい。茶代に八十六両、そんなにお茶飲めません。残らず茶を飲むやつがあるか。この金、借金返す足しになるか。足しになるところじゃありません。
残らずきれいに返して、その後の金でもしばらく遊んでくれ、もちろん遊んで暮らしはいたしません。うちの中きれいに直して一生懸命商売いたします。ありがとうございます。死ななくてよかった。あなたはやっぱり福の神だ。貧乏神転じて福の神か。聞こえてたんですか。こんな汚いうちであんな大きな声で喋っておれば嫌でも聞こえる。どうもありすぎませんでございます。しかし不思議なもんでございますな。ゆうべ確かに竹ペラだったのが今日になったら花がさ。つかぬことを伺います。ご無礼かとは存じますが、あなたご小国は、お生まれはわしか飛騨だ。お生まれが飛騨。お宿町にいただいたお名前、お住まい京都からいらした飛騨のお生まれで、確か陣五郎と書いていらっしゃ、左陣五郎先生でいらっしゃいますか。わしは陣五郎というものではあるが、陣五郎先生というものではない。うん、大層面白く暮らさせてもらったが、そろそろ江戸に立ちたくなった。思い立ったが吉日、行きましょう。先生そうおっしゃらずに、お礼でございます。今日はご馳走しますんでね、今夜はもういろんなものを、わけのわかんないものとかそういうものじゃなくて、いろんなものを並べて宴会ね、宴ご馳走します。参りましょう。主、それが無駄遣いだ。さようなことに使うてはいかん。ありがとうございます。でも先生もうしばらくいてください。もう何日かいてください。あのね、竹はまだ裏にいくらも生えてるんですよ。全部切ってきましたらね、儲けましょう。バカなことを言うな。よいよい、わしは行きます。袖をポーンと払って江戸に立ちます。旅人は雪暮れだけの村雀、泊まり手は立ち泊まり手は立ち、陣五郎旅日記のうち竹の推薦でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。我々はこういう商売でございますから、呼んでいただければ方々に伺うわけで、日本全国、それこそもう北は北海道から南は九州沖縄まで、しかしまあ今はもう交通の便がよろしゅうございますから、どこへ行くんでもあっという間で、昼間の仕事だったらもう日帰りができるというような何倍でございますからね。今日もこの NHK 日帰りでございます。当たり前だった話でございますね。しかしまあ昔はそういうわけには参りませんで、テク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 歩いたんですから大変なもんでございますね。まあ昔の旅のお話でございますが、お天道様、お日様でございますね。このお天道様とお月様と雷様が一緒に旅をしたなんて話がありまして、3人でもって楽しく道中をする、宿屋に泊まって酒を飲んで宴会をする、どんちゃんどんちゃん騒いでぐっすり寝込んでしまう、翌朝になりますというと、よろしゅうございますか。おい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 、女中さんか。はいはい、ああこれはどうも。ゆんべは随分楽しませてもらってね。いやいや、しっかり寝込んじまったな。ああどうもありがとうね。いえいえ、神谷様、どうしましょう。午前のお支度の方は、それはまあね、まあ軽いものでいいが、お天道様とお月様まだ寝てるかな。いえいえ、お天道様とお月様は今朝早くにお起きになりまして、もうお立ちになりましたよ。もう経っちまった？はあ、月日の経つのは早いもんだな。雷様もお立ちになりますか？いや、わしはゆっくりと夕立ちにしよう、なんて話がありました。バカな話があるもんでございますが、まあ本当にもうこの地方の方から江戸に仕事に来る、見物に来るなんてことになりますというと、いろいろ気を使ったりなんかしたもんだそうでございます。海外に行きますというと、チップなんてものを払いますな。私は海外に行ったことがないもんですからよくわからないんでございますが、日本ではああいう制度というものはそんなにまあ浸透してないのかもしれません。まあ心づけなんてことをしたりなんかしますが、我々の方で申しますというと、噺家は祝儀という形でもっていただくことが多ございますね。座敷の仕事ですとか方々に行きますというと、あ、これよかったら、帰り車で帰りなってなことをおっしゃるお客様方がたまにいらっしゃることがある、ね、こういう時にも出してもよろしいんでございますが。
まあ、あんなことはないんでございますがね、そういうところでもって気を使うなんていうのも旅のまあマナーエチケットみたいなものかもしれませんがね。そう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 、気付け気付け、歩きなせ歩きなせ、おめえは江戸を始めるだでな、楽しみだんべ。へえ、そうでございます。旦様、俺は江戸を始めるでございますでな、今からまあウキウキワクワクして仕方がねえでございます。ああ、そうだんべえな。ああ、俺は江戸には仕事の用事でもってたびたび来てるがな、まあ、見物ってことも時々はすることがあるだが、うん、今度はな、まあ、仕事の用事が終わったら 2,3 日沖縄に江戸にいて見物日を目にもさしてやろうと思っとるで。え、ありがとうございます。さあ、そこでだ、キスケ、今まで道中してきてな、疲れたくたびれたって言って、ところどころでもって茶店に入って休んだべ。 あそこでもってな、本当にまあ飲んだ茶の代、菓子の代、その他に別に茶代を置くだんべ、心づきみてえなもんだな。まあ道中は田舎道の混雑で余計によく茶代も一文二文で済んだだがな、江戸に行って江戸の茶店に入ったらそうだらことではいかねえぞ。お金本はええでございますか。そういうことではねえだい。何しろ向こうは江戸だ、一文二文なんてそんなもんじゃまあ茶代にもならねえ。ああ、そうだな、六文から八文ぐらいは置かなければなんねえな。ああ、そうでございますか。六文にしますかの、八文にしますかの。そうそう、そこだ。うん。ここの茶店だったら八文も置いてやりてえと思ったところで、おめえが六文置いちまったら、これはまあ、向こうに申し訳ねえことだしな。ここは六文でええと思ったところでもっておめえが八文置いちまったら、これはオラが気悪いで。そうだろ、旦様に財布をお預けしますかの。いや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 、そこはな、やっぱり友の者が財布を持って払った方が形がよかんべ。うん、六文にすべえか八文にすべえか。お、こうすべえ、喜助。うん、おらがおめえのことを六助と呼んだら六文置きなせ、八助と呼んだら八文置きなせ。おら喜助でございます。そら分かっとる分かっとる分かっとる。そうだなことは分かっとるがな、これは二人でうちうちで決める不調だ、約束事だな。向こうに分からねえように、おらがおめえのことを六助と呼んだら六文だ、うん、八助と呼んだら八文置きなせ。分かったけ。へえ、分かりました。じゃあそうさせていただきますべ。さあ、二人でもって宿に参ります。宿屋に泊まって、数日の間は方々でもって仕事をしようというような塩梅。はい、ちょっくらごめんなさいましよ。はいはい、いらっしゃいまし。おいおい、あのな、お茶をお出ししてな、まあまあおかけになってお休みくださいまし。いやー、どうも、江戸っちゅうところはな、万旅生きてるわけではねえが時々は来ますだが、うん、やっぱりまあなんだ、目まぐるしいところで逃げ柄ところだな。さようでございますな。お仕事の方はうまい具合に、できましたかな。うん、イアンベイで商売の方も、イアンベイに終わりましたでな、あと 2,3 日は江戸見物日していこうと思ってますだ。それでございますな。おら、吉原っちところに行ったことがなくってね、うん、まあ店には上がらねえまでも冷やかしってものを今日は今からしてきてると思っておりますで。それでございますか。賑やかで華やかでね、結構なところでございます。お遊びなさいまし。しかしなんだな、これ天気の具合が心配だ。これな、ぽつりぽつりと降り始めたようで、すんませんがな、こちら傘は貸してもらえませんかな。あい、すいませんが、手前ども貸し傘はございませんでな。さようでございますか。あ、ちょっくらおめえな、そったらば宿は地形で、うん、ちっと言って、あの傘は2本借りてくべ。ほら、ここにいるだから。あ、ええかな、頼むで。ええ、おおおお、言わんこってよね、ざーっと降ってきた夕立でございます。すぐやむこってございましょう。ざーと大変な雨でございましたが、まああっという間にこいつがやみます。おお、なるほど、いい塩梅に上がったようで、もう大丈夫でございましょうが、お客様、おみ足が汚れましたな、手前がちっと拭いて差し上げましょう。いやいや、そうたることまでしてもらっちゃ申し訳、いやいや、ああ、いやいや、足まで拭いてもらってありがてえこんでございます。雨が上がるとおら気がせいてなんねえで、先に吉原に冷やかしに行きますでな。うん、さっき宿に傘取りに行ったおらの友がな、うん、もうすぐ帰ってくると思いますで、茶代はそっからもらってもらえて財布を預けてございますで。さようでございますか。へえへえ、かしこまりました。名前を呼んでやってくらせ。友の者は八助と言いますで、八助から茶代をもらってもらえて。さようでございますか。へえへえ、わかりました。いってらっしゃいまし。ちょいと、お前さん、お前さん、なんだい、あの田舎のお客様
様子が変だね。何が様子が変だい？いえさ、うちに来るのは今日が初めてじゃないよ。この間も来たし、もう三度ばかり来てるんじゃないかね。今までお友さんのことを六助って言ってたよ。今日は八助って言ってたね。名前変わっちまったのかね。名前が変わるなんてことはなかろうと思う。そうか、お考えなすったな。これは不調を使ってらっしゃるな。うん、お供さんのことを六助と言ったら六門の茶代、八助と呼んだら八門の茶代を置くようにと。なるほど、そういう具合に考えてらっしゃったか。面白いことを考えたな。いや、ごめんくだしょ。あの俺金旦那は、うん、雨が上がったんでね、気がせくと言っても吉原の方に行かれましたよ。さいでございますか。茶でえの方はお供さんからもらうようにそう伺っております。あ、さいでございますか。お供さんからもらうって俺からでございますな。俺のことなんか旦那言ってましたかな。あのね、茶代の方はお供さん、つまりあなた百助さんからもらえる。そうおっしゃってましたよ。ほんだって百助からもれって、ちょっくら待っておくんなし。ああそうでございますか。百助からもれって、ああこれはえれいことになった。どうかなさいましたか。三十二助しか持ち合わせがございません。開演でございます。第6回目の京太郎跳ねるということでございますね。本当にたくさんお運びいただきましてありがとうございます。まあ大変にご窮屈様でね、申し訳ございません。いいですね。本当にこんなに、なんだこんな窮屈に詰め込みやがってよ。しかもさじきだしよ、冗談じゃねえ、椅子に座ってたって、まあ、窮屈じゃねえかよ、もうなんじゃねえよっていう空気が充満してていいですすごいです。私の会なんですけども、私に関して敵意がある感じがとってもなんとも感じですね。どうぞこの窮屈のまんま2時間ぐらいご辛抱いただければありがたいところでございます。本当に申し訳ございませんがね。ただいまは私どもの弟弟子で柳家三角さんやで、当人も申しておりましたけれども、2つ目に昇進でございます。まあ7月の1日から2つ目になるんですね。今日が6月の19日ですから、あと11日あるんですね。この11日の間に何とかクビにしようと思ってるので、多分2つ目になれるんじゃないかと思っているんでございますがね。まあ、何しろ2つ目になるってのは嬉しいもんですよ。もちろん2つ目から真打ちってのも嬉しいもんですが、前座から2つ目の嬉しさってのはないですね。何しろこの、まあ、楽屋働きですとか真打ちに毎日通ってね、いろんな雑用したりなんかして、まあ、それは修行ですから、お手伝いさんのお仕事とはまた違いますからね。修行だからこれは嫌がるということはいけないんですよ。それが嫌だと思うことはいけないんですが、正直それから解放されるというのはね、いや嬉しいですね。嬉しいですよ。嬉しいですわ。うん、だから2つ目になったからといって必ず解放されるとは限らない。あいつの場合は我が三級一門の6番弟子でございますから、上に5人兄弟子がいるんでございます。その5人の兄弟子の中でも私が一番上でございますから、これは紫三寸でございますね。章2つ目になりましたけどもね、これはやっぱり通うのはまだまだ初日に、そうだなあと3年なんつったりなんかするのが楽しみなところでございますからね。お客様方が今皆さん思ってらっしゃる、もう皆さんじゃなくても多分5割の方は思ってらっしゃるけれども、でも言い出せないことを申し上げましょうか。ここに飛んでる虫が気になるでしょうか。すごいですね、本当にいい感じですね。またこいつがさ、この辺とかこの辺とか飛ばないでずっとこの辺行ったり来たりしてるのすごいですね。なんかもう何も三角が上がったから寄ってきたんですかね、なんかね。まあまあね、多分刺さないと思うんですが、はい、気にしないでやりましょうって言っちゃったがために今まで気づかなかった人も、ほんとだ虫いるよおい。すごい雰囲気になるんじゃないかと思うんで、本当に珍しい落語会でございます。
ね、だったら野外でやってもいいぐらいのもんですね。そんなことありますがね、ただこれパチンってやって、そのあのお客様方の目の前で接種はしたくないんでね、そういうことでございますよ。まあビリでやりましょう。うっとしなんだよ。どっか行けよお前。ほらてめえ、ほらてめえ、ほら飛び上がってどっか行きました。はい、あ、いたよ。ね、いろんなことありますけどもね、私ももちろんあの新規になる時も嬉しいございましたがね、スタッフになる時の解放感っていうのはやっぱり思い出しますね。あ、今あいつはそういう時期なのかと思うと、なんか羨ましいような気も少ししますね。あ、あの時の気持ちを今三角は味わってるんだななんて思ったりなんかいたしますよね。ただそういう喜びもスタッフの広めが終わるまででございます。それからあとは仕事のない地獄の毎日が今日は休憩後にその地獄を味わってる最中の柳家京四郎にも出てもらって明暗二色の弟弟子をご覧いただこうと、そういうところでございます。で、とにも申し上げていたんじゃないかと思うんでございます。名前が変わります。三角が柳家三夜という名前を頂戴しまして、あの手前でも三教一門と申しますのは、私が前段の頃三坊という、これは師匠から付けてもらった名前で、本当はねうちの師匠は三歩って名前を考えたんですよ。で大師匠のところに行って、師匠あのこれうちに入った新しい、てか、まあ、あの初めて入った弟子なんですけども、三歩ってのを考えたんですけど、三歩、うん、三歩な、伸ばしちゃえ三坊にしてな、うん、呼びやすいかい、うん、なで三坊になったんです。だからね、あのうちの師匠が元を考えてくれて、大師匠が命名してくれたという、そういうとってもあの思い入れのある愛着のある名前なんでございますね。で二つ目になる時に、いろいろ考えてね、師匠さんもいろいろと案をねって、何にしようかなお前の名前な、そうですね、私も考えて、師匠も、まあ、俺も考えたよ。で最終的に残ったのが京太郎と京之助の二人なんでございます。どっちになろうかなと思ったところで、亡くなった宣伝の新橋師匠が楽屋でもってね、お前なんだよ、うん、三兄弟の一番弟子で長男なんだからな、うん、京太郎ってのはどうだな、決まりだで決まったんです。で元々があの京之助京太郎と二つ候補のあった中から、新橋師匠がたまたまおっしゃっていただいたのが偶然一致して、あ、それはいいやと思って京太郎になったんでございますね。で新内今京太郎のまんまで、二番弟子の小太郎、これはあのですね、柳家小太郎というのは代々柳家にある名前でございますね。先代が亡くなりました四代目の三木助師匠、その前がたらいまの三五郎師匠でございます。全然名前で、実はあのうちの師匠がね、あの欲しかったんだそうですよ、自分も小太郎になりたかったそうですね。で、大師匠に昔いつでしたかね、前座の頃だか二つ目の頃だか、小太郎になりたいなんてなことをちょっと意向を伝えたら、うん、ちょっと大師匠が難所をしました。で実は私が散歩っていう、さっきね名前を考えて師匠がって申し上げましたけども、小太郎というのも私の時に案があったんですね。で、大師匠に、師匠あの小太郎も考えてるんですがいただけますかって言ったら、考えてみれば小太郎というのは三五郎師匠が継いでらっしゃいまして、三五郎師匠というのは小三師匠の実のせがれさんでございますしね、三木助師匠というのも先代の三木助師匠と大師匠小三が義兄弟でございますから、そういうところからやっぱりあの大事にしたいというのも気持ちであったんでしょうね。で、私もうちの師匠もいただけなかったんですね。で、次の小太郎が入って、うちの師匠もしつこいんですね、諦めりゃいいのにね。師匠、こいつに小太郎、いや、なんでこいつがいいのなんでこいつがいいのかわからない。当人も相当気に入って、前座から二つ目になった時も小太郎で行ったんですね。三番弟子が柳家京之助と申しまして、こいつはあの前座の頃柳家三一という、名前だったんですね。一というのはあの市場の一ですね。市場の一というのは竜亭市場の一ですね。どっちも市場ですね。まあ、この話はなかったことにします。はい。一番二三の一ですね。で、三一から京之助になった。京之助っていうのは私が昔、真打ちになるときに考えた、あ、二つ目のときに考えた名前は一つですから、ああ、できたな、京之助だなんてのかと思ったんだな。で、四人目が、今日、後で登場する柳家京四郎という、まあ、なんていうんですかね、縦焼きんだったら、今目の前をチラチラしている虫みたいな音が。
なんとなくどこにも行かずに目の前をチラチラしてるやつなんでございますね。彼が柳家三坊を名乗りまして、ですから二代目の三坊だったんですね。私の前の名前を名乗って、それから全然二つ目で京四郎になった五番弟子が、こいつは二代目の三一から柳家京之進になりました。で三角でございますよ。あれがまあいろいろ考えてね、三角ぐらいになりますともう6人目ですから、もう名前はね、師匠が命名するというよりも和気あいあいと一問で考えたんですね。で師匠のうちのリビングでもってね、何しようかこいつの名前、そうっすね師匠、いろいろ考えましょうなんつってね、いろいろ案が出ましたよ。サンジェルマンとかね、サンタマリアとかね、出たんですわね。最終的に三角になったんだから。で今回は三夜を告げるという、三夜というのはまた柳家に代々ある名前で、先代の三夜というのが今の柳家三福師匠、その前の三夜というのが今の柳家三十師匠、その前の三夜というのが今の柳家小半師匠。三夜を名乗った人間が彼を含めて同じ時に4人できる、まあ、現存するということになるんでございますね。でその下に三作っていうのが今現在持っています。その下に8人目の見習いがいましてね、師匠の家でもってなんか皿洗ったりなんかしてますよ。こいつはねまだ名前は決まってないんですが、で本名熊沢ってんですね。三熊がいいんじゃねえかと思うんですよ、三熊じゃないですか、三熊なんだかわけわかんなくって、ね、三熊だそしたら弟たちがね、じゃあ兄さん熊さんにしましょうかって。柳家クマさん、いいですね。ほんまにクマさん、丁寧に言うとクマさんさんってなこと。いろんなことを考えたり、まあ師匠の思惑というか、まあ、考えがあるでしょうから、我々でしか何か言うことはできないんでございますが。でね、柳家三教という私の師匠の名前はどういうところかと言いますと、これは師匠が自分で考えたということでございます。ただその前に今の小遠志師匠も二つ目になる時に三教という名前を考えて大師匠小さんとかに持ってったんですが、大師匠は三教ってのはな、ないようちの一門にはってなことでもって小さんたになって小遠志になった。でその後うちの師匠が二つ目になるね。でもなうちの一門も名前がねえから、三教何て言うのか、じゃあそれでいいやっつって三教になって、二つ目から新内も名前を変えずに三教なんでございますね。ところがですからうちの師匠は自分で考えたというのがありますから、初代というふうに言ってたんでございますが、調べてみると先代が言うんでございます。柳家三教同じ字でもって、これは確か三代目の小三師匠を夏目漱石をして、小三と同じ年代、時代に生きていられる我々は幸せであると言わしめた明治に小三の確か御門弟だったと思うんですがね、柳家三教から後に柳家小半になったからでございますがね、この小半師匠が大阪から、話を持ってきて、それが今に伝わっている東京の雲籠、それから、夏泥でございますか、という師匠だそうでございますよ。でこれをとある本でもって読んで、あ先代がいたのか、あなんかそこそこ三教から小半になってるんだ、じゃあ三教になる前は何だったんだろうと思って、これは気になるじゃありませんかね。我々だって我々弟子になるから誰かがいつか三教になるかもしれないんですから。考えたら三教になる前は何だったんだろうと思ってみたらね、これ偶然なんですがね、小太郎なんですよ。俺立場ないっすね。立場ないっすよね。まあ、三教の名前継ぎたいという、まあもちろん師匠の名前ですから、それ思い入れはありますが、ただ私とうちの師匠は15歳違いでございますからね、うちの師匠がそれこそすごい柳家の大名跡を継いで三教の名前が開けばともかく三教のまんまでと思ってずっと行くんだとすると、それはね長生きしてほしいですから、15歳違いぐらいでもって、まあ年取ってから私が三教になるっていうこともないだろうなと思ったりなんかするんでございますがね、なんでこんなことをなかなか言ってるんだろう。止まんなくなりましたね。で、まあ私はいろんな人に可愛がっていただいて、いろんな人だってそうですね、まあ2人か3人ですか。新作と古典と両方やりますんで、新作の方では三遊亭炎上師匠に、まあ指示をしているようなところでございます。まあまあ炎上師匠のところもね、小田原城ですとか白鳥ですとか、そういう名前をつけて、まあユニークな名前をつけるご一門でございますが、
まあまあ話を戻して、小太郎が産休になってる先代が、じゃあ京太郎の先代はいないのかと思って調べたんです。たら、いや何や京太郎という話かは私が初めてでございます。他に似たような名前がないのかと思ったら、あの京太って方がいましたね。同じこの京の字でもって京太立花屋でございますがね、四代目、名人の円京の弟子でもって立花屋京太、よし名前が似てる。でこの人をまあ仮初めとはあまあ違うんですが、先代のように思ってね、じゃあ京太って人はその後何になったんだろうと思って調べたらね、炎上になってる。俺びっくりしましたね。俺うちの師匠にこのこと言いましたらね、うちの師匠唇の端でもってニヤッと笑ってね、因縁だなって言って。本当にいろんなことありますね。まあまあ、これは自分探しとかルーツ探しというのとちょっと違いますけれどもね、まあこうやってたどっていって調べてみるっていうのは面白いもんでございますよ。まあまあ、ずいぶん昔私は子供の頃にルーツなんてドラマが流行ったことがありますが、考えてみれば普段本当にもいろんなことに追われて生活をしている、ふと思い立って自分の先祖ってのはどういうものだったんだろうな、昔俺のこの血のつながってる昔々は何だったんだろうと思って、調べてみるっていうのも面白いかもしれないですね。なんかまあもちろん最終的には猿に行くんですが、なんか猿が先祖と思うと自分の先祖が三角みたいで嫌ですね。あのこれどうでもいい話ですけども、最近僕思ったことあるんですよ。三角くんね、もう再演になりますけども、さっきずっと見てたでしょ、あのもし実写でですよ、映画で実写でテレビでもいいですわ、ドラマで天才バカボンをやったら絶対レレのおじさんですよね。俺ね、あれ以上にレレのおじさんができる実写のやつになると思いますよ。ぜひ実現させてスターにしたい気がするんでございますね。本当にもいろんなことを、じゃあこんなことを言って小太郎に言うと怪しい刺されるかもしれませんけど、いろんなことがあるなと思うんでございますけれども、何自分探し、そうだよ前から言ってたでしょ、私なんていうのかな、自分探しっていうのをしたいと思って、でね、ルーツ調べたの。ちょっと待てよお前、普通自分探しっていうのはさ、自分が何やりたいとかもちろんルーツとかもあるかもしれないけど、自分の内面的なものとかそういうものを調べて考えてで悩んで悩んで、それでこれかという方決めるのが自分探しじゃないの、お前ルーツ調べて、そう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 、やっぱりそこから分析していこうと思って、でいろいろ調べて分かったわけ。結構あたしいいとこの出らしいんだよ。いいとこの出って学習院とか？ルーツつってんじゃん。そだからなんていうのかな、ね、なんだっつったかな、はっきりは分からないのね。なんかもうちゃんと調べても今のところはっきり分かんないんだけど、なんかね徳川っぽい。松平っぽい、もしくは源氏か平家か北条、バラバラじゃねえかそれ、全然違うよみんなそれ。お、そういう感じなんだ。そうなのね。だから、ヨガ用であれば私はおしめ様なわけ。普通に喋れ。お前もおしめ様になってるでしょお前。タンパスチョンって呼んで、呼べねえよんなもんね。お姫様が、まあなあ、まあ自分でそう思ってればいいんじゃないの。だから私と接するときはそちも気をつけてくれあれ。なんだお前、なりきりすぎだよそれお前、なりきりすぎ。そういえばさ、話してよ親父に。何を何をってさ、ほら卒業したら結婚しようっつってんじゃん。だからさ、もう彼女がいるってことも言ってなかったんで、実は付き合ってる子がいるんだけどって話をして、で今度は会わしたいって話したんだよ。そっちのテテゴに会うか。テテゴって言うなお前、テテゴって間違ってないんだけどよ。そうなんだよ。だからさ、仕事が忙しくてな、それでこれから来るだろ、でちょっとアメ横忙しいんだよねやっぱね、手が上がるってさ、アメ横で会ったの、そちのうちは、貧しい者が集う町であるの。俺なんでお前が好き、全然わかんないよ自分で。とにかくそんなことなんだよ。まあ年明けになるかな、
ただ親父もちょっと頑固だからさ、なかなか会ってくるかどうか。とにかく年明けには会えるように俺話してみるから。頼むぞ。そなたにかかっておるからの。わかったよ、話しておくよ。親父頼むよ、年明けにさ会ってくんない。だよ、はい。あれよ、俺はだってやろ、ちょうど言うなんじゃないってくるバカバカバカになるタイムなんてバカ。お前の助に会うのか。俺が助って言うなよ。せがれの彼女のことさ。いや、そうなんだよ、結婚しようと思ってんだ、全体に付き合うと思って付き合ってんだけど、実際もさ、何やこの野郎、この野郎、卒業したら結婚結婚。あらまあ、なんてこってことにしょうね。あらまあ、そうかい、ふざけんなよお前、てめえの頭の上のハエ燃えねえやつだよ。飛んでるけどよ、確かによ。何言ってんだよ。だ頼むよ、だって一応あれ買ってくれよ。じゃあだってね、バッキャルのケツの泡今スケベだ、こんなバカ野郎。なんでスケボー女なんだよ。だってお前結婚前提ってことはなんだろう、お前済ましてるんだろ、婚前交渉はよ。済ましてねえと許せねえぞ、お前。今の若いやつはまず婚前交渉ありきだからな、お前。婚前交渉ってのは、婚結婚すっから婚前交渉だ、お前。結婚もしねえで婚前交渉しやがって、お前。意味が、何言ってんだ、お前。俺の方が意味がわかんねえよ。会話になってねえぞ、全然。まあ、そんなことどうでもいいじゃんかよ。なんだよ、あんたいいや。もう、暇になったからな。あったあった。まあ、だからなんだよ、お前。ほんなら先のこと決めねえで、ね。とにかく、まあ、とりあえず、もうてめえのこと考えて、ね。それかにしろよ。だいたいよ。どんなやつなんだよ、その子はよ。ね、なんつうのかな。徳川か、松平か、源氏か、平家か、北条の末裔。あら、全然説明になってねえな、おめえ。ほら、わからねえよ。でも、もしそれが本当だったら、もうお姫様だろ、お姫様だろ、お姫様だろ、それ、お前。そんな、お前、やつが、アメ横の嫁になれるか、お前。そんなこといいからさ、とにかく、お前よ、あほんでばっかりいないで。少しは明日、店伝いを見せようよ。あって、手伝いんだろ。でも、ラストデート。デートてめえは、親父が働いてるさなかに、また交渉しに。まあ、交渉分かったよ。じゃあ、働け、働けんだろ、働けよ。シャラ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 シ
すげえいいっす。もうずげえ、お前バカだよ、バカだよ、お前仕事だろ、ラジオやらし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 もう冬はタフティーかもしんないけどな。なんかなんか金が安い、安いよ。安いものなどは変わるのじゃ。テテゴの手伝いか。そなたも大変じゃんの。おいまずいよ今来ちゃ。向こう行ってろよ。何を申しておるのじゃ。わらわはそちとは共に甘い蜜を吸う。わらわも手伝うぞ。おら交渉相手かお前。あら来やがったこの野郎、やっぱりなんだな、お前ひねえぐれやなんだな、ねえちゃん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 、あってやるときゃがだろよ、じゃあなに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 なてて、ごや、わらわも手伝うぞ。できないよ、お前なんか無理だ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 、やらしてもらうぞ。なるほど、せわしなく何者かに追われるように庶民が歩いておる。なあなあそこ行くの町人どもへ。立ち止まってくられや、見事に安くて新鮮なもの
が揃うておるぞ。そこだ町人、そなたはいくらはどうじゃ。さような高価なものを食したことはないであろう。新鮮知っておるか、鮭の子じゃ。存ぜぬであろう。これそこの町人、たらこはどうじゃ。存ぜぬであろう。たらことはのたらの子じゃ。そこの町人、そなたにホタテがホタテがよいホタテがホタテが。分かっておる、顔を見れば分かる。一軒家は持っておるが、不審が狭、不審が悪くてまた古くて今にも倒れそうな本立ての屋に住んでおる。売れねえ目に負けたらめ買うからやるんだよ。どん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 、良いから買え、良いから買え。乱暴のやつがあるもんでございますが、面白い姉ちゃんがいるな。おい変な野郎だよ。おい、なんだなんだ、見よう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 と言うんで、何ですか、残らず売れてしまいます。商売の方法ってのはいろんなものがあるもんだなと思いますがね。恐れ入った姉ちゃん、姉ちゃん姫様。ほら申し訳ねえ、黙れと。どら言ったよ、すっかり売れちゃったよ。え、年やこするとこじゃねえや、年なんか3ぐらいこするよ。俺黙れやと。ケテゴに喜んでもろうて、わらわも嬉しいぞ。どうじゃ、これでテテゴもわらわのことを認めてくれるのではないかの。こんな才能があるとは全然思わなかったよ。お前に、なんか親父の感触いいよ、なんかうまくいきそうだな。そうじゃの、よかったの。親父、結婚しようと思うんだよ。いいかもしれねえな、こういう告白とかあってもいいよ。よし、まあとにかくな、今結論出さないとしても前提ってのは認めようじゃないか。うん、いいよ。ありがとう親父、聞いたか、認めてくれたよ。そなたのペテゴは優しいの、わらわも嬉しい。俺ら今やっと春が来たな。何、春が来たよ。いかん、そなたとは別れなければならん。なんでだよ。春が来てはいかん、そなたは冬に限るのじゃ。悲恋純愛物語、冬のそなたという一節。一席ご辛抱願っておきます。年が改まりまして、もう松も取れましたが、まあ冬でございますからお寒ございますね。お客様方も本当にもう体にお気をつけいただきたいところでございますな。まあインフルエンザですとか風邪ですとか、やはりこういう時期には引きがちでございますからね。でまたご商売ご商売でよく職業病なんてなことを言いますが、実はね、俺はまあ商売からこういうところが悪いんだよ、私はどうしてもこういうところが良くなくなっちゃうんですよね、なんてなことがまあ終わりになるかなと思うんでございます。手前ども話し方と申しますというとですね、これ職業病だかどうだか分かりませんが、口内炎っていうのが結構ちょこちょこ楽屋で聞きますですな。まあ、私も時々できるんですよ。これ数年前でございますがね、やっぱり大きなのができまして、これがまた上唇のね、唇の裏側ですとか、まあ、ほっぺたの裏側ですとか、そういうとこじゃなくてですね、喉にできたんですね。口開けるとね、口開けると真表面に、真表面にできたんですよ。これがまた痛くて、ただまあ我慢してたらどん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 大きくなっちゃってですね、それこそぽっかり穴が開いたようになっちゃったんですね。さすがにこれはつらいわと、我慢もできませんで、もう医者に行って見てもらおうと思ってで行ったんですよ。ね、たらね、診察室に連れてっていただいて、椅子に座らされて、若い先生が出てきて、ああこれですか、分かりました分かりました、じゃあね、治療しますねって言ってですね、まあ想像に近いような器具を取り出してらっしゃいまして、先端に薬を塗ってですね、それをですね、表面から入れずに鼻から入れたんですよ。内視鏡じゃないんですよ、曲がんないよ、つながってますが痛いよ。でも動いたら傷がつくと思うし、向こうはプロでこっちは患者ですから、
ね、なんか文句言えませんよ。もう涙だらだら垂らしながらね、なんてやってたんですわ。まあ、治療ってね、こういうもんなんだなと思って。そしたらね、あの隣の診察室につながる部屋のドアがガチャッと開いて、まあまあ中年ぐらいの先生が出てきたんですね。で、私の治療の様子を見ておっしゃった言葉は、まあこれは一生忘れられないですね。おほいおい、それはかわいそうだろっつったんだよ。何？どうもね、試したかったらしいんですよね。冗談じゃねえやと思うところもありますが、でもまあいろんな目に遭いますからね、お体にだけは本当にまあ十分お気をつけいただきたいところだなと思うわけでございますが、先生、先生すいません、ちょっと本当に先生も何度も通ってますが、どんどん悪くなって、やっぱりあの辛くてもどうしようもないんですよね。ちょっと見てもらえませんか、改めてちゃんと見てもらえませんか。はい、患者さん、分かりました分かりました。じゃあそこに座ってね、はい、お腹出してくださいよ、いいですか。はい、先生すいません、体中苦しくて痛くてお願いします。はい、見ましょうね、いいですか。ちょっとはいはい、よく息吸って吐いて、息吸って吐いて、はい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 、先生それで何か分かるんですか。分かりませんよ形ですからね、一応やってみますね、はい、看護師さん、一応あのレントゲン取って、うん、はい、取った、はい、ありがとうありがとう。うわ、患者さん、どこが悪いとかって問題じゃないね。どこが悪いって問題じゃないってことは、どこも悪くないんですか。いや、全部悪いんだよこんなにめちゃめちゃな人初めて見たな。ほっとすと死んじゃうからね、手術しよう手術ですか。いつならやってもらえますか。今やろね、あの、まあ、うちずっと空いてんだけどさ、とりあえずあっちあっちあっち、あのオペするよ、オペいいかな。じゃあ寝て、はい、いいですか。わかりました、寝ましたけど大丈夫ですか。じゃあね、動かないようにね、ガチャガチャ、先生先生先生何ですかこれ。はいはい、逃げちゃいけないからね、はい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 切るよ、メス、はい、いいかい、切るよ、にゅーん、はい、あのなんかほら広げるやつ、え、器具の名前知らないからさ、はいはい、広げる、にゃにゃにゃーん、あ、いけね、手順間違えたごめん患者さん、麻酔忘れた。ちょ、先生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 大丈夫なんですか。大丈夫大丈夫、ほらもうね、痛み感じないでしょね、ほらほら、すごいな、ね、お腹の中、菜箸、はい、うわ大変だこれ、ぐっちぐちだよね、これあの全部切っちゃうからね、あの入れとくと死んじゃうからね、はいはい、ハサミ、はいはい、大丈夫大丈夫、昔植木屋だったんだよはい、ほらドロッとしちゃって、これ盲腸ね、もう腐っちゃって、盲腸、はいはいはい、これがね、うわうわ、ほらほら、ほら小腸、小腸長いね、あ、大腸大腸大腸、長いよこれ、大腸、うーえー、変な新作だと思ってんだろ、意外なことに古典なんだよこれどうでもいいよ先生、楽しそうですね、楽しい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 、大いよ、こういう落語は罪がなくってな、本当にな何だ、誰、うん、またしておきなさい、オペの真っ最中だから、ごめんねごめんね、はいはいはい、うわ、大腸長い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 、うわ、大腸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 、すごいすごい、これもほら、あのよく知らない臓器、よく知らない臓器って先生大丈夫、何よ、手術の真っ最中だからって、またしておきなさい。先生、急患の患者さんですか。近所のホルモン屋なんだよ、手術始まると来るんだよな、あんだか分かんないけど、はい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 、放送ギリギリだよなこれな、はいはい、よいしょ、えい、ほらほら患者さん、心臓、ドックンドックン、間一髪だよ、止まったよ、これついてたら死んでたよ、意味が分かりませんけど先生大丈夫なんですか。大丈夫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 、内臓あるかな、新しいの切らしてる、あ、そう、来週来るんだわ新しいの、ごめんね、ちょっと今日のところはこれ空っぽ、まあまあしょうがないや、寂しいね、あの洗浄しよう、洗浄洗おうな、これホース、これホースね、これ普段はねすっごい縮んでんだこのホース、ただ伸ばすとめちゃめちゃ伸びるんだよこれ通販で買ったんだよ、テレビショッピングでさ、場所取らないんだこれ、シーッ、来週いらっしゃいだけどね、お腹の中空っぽじゃ寂しいから、なんか詰めようね、うん、布団
わたつめちゃおうな。ほら、わたつめよ、わたつめよ。すごい、ほらほら、お腹の中、わただらけだよ、ほら。ね、ほら、テディビア、テディビア。はい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 。かわいい。縫うよ、いいかい。はい、針と糸。貸してちょうだい。よいしょ。先生、大丈夫なんですか？大丈夫、大丈夫。昔、畳屋もやってたんだよね。はい、完成。立ってごらん。立ってごらんって、先生。うわ、軽い。体めちゃめちゃ軽いですね。綿だからな。大丈夫、大丈夫。来週いらっしゃい。新しい臓器入れてあげるから。先生、すいません。ありがとうございます。これ、あれですか？それまで食べるもの、飲むもの。何食べても飲んでもまんま出てくるからね。構いやしない。何でも食べても。本当ですか？お酒大丈夫ですか？どんな強いの飲んでも大丈夫だよ。タバコも大丈夫、大丈夫。吸いなさい、吸いなさい。とっておきがあんの。ああ、そう、スムーカーなんだね。わかった、わかった。じゃあまた来週いらっしゃいよ。ありがとうございます。怒ってますか？こういう内容なので、あと2分で終わりますからね。申し訳ございません。さあ、これ別に感知したわけではないんでございますが、具合は良くなりましたんで、まあ勘違いでございますね。前回祝いというのは友達連中を呼んで、何食べても飲んでもいいというんで、おい、大丈夫かよ、本当にお前。顔色確かにいいけれどもさ、良くなったの、おかげさまで良くなったんで、何飲んでも食ってもいいって言うんだ。とっておきがあるんだよ、な。強いの飲んじゃおうよ、な。タバコも吸おうぜ、なんてんで、さあ、強い酒を、頼んで、さあとっておき、今めったにございません刻みってやつでございますな。キセル出してまいりまして、この先端にタバコをつけまして、マッチでもって火をつける。思う存分吸い込んだんですが、さあ体の中はもう綿ですから、まだ慣れておりません。力の入れ具合がわからない。思いっきり吸っちまったもんですから、キセルの中を火玉がシュ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 と口の中にポトンと落ちた。あち、思わず飲み込んだ。中綿で強いアルコールが染みております。そこに火玉が入ったんですから、たまったもんじゃございませんで、チリッ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 ブーッと燃え始めた。ブーッと、苦しい苦しい、ブーッ、あーやだやだ、おい、なんか様子が変だよ。誰か水持ってきてやれ。もらった水を飲むってえと、中で火がジューッと消えたんで、おー、ありがてえ、助かった。こっちが心配したよ。どうした、気分が悪かったのか？うん、胸が焼けたんだよ。